あの某上場企業テレビ東京を、えー、と退職され41歳で退職した、えー、高,高橋弘樹 P の退職金は400万円だったそうです <laughs> だからテレビ東京ねあの退職金それしかないんだねっていうフジテレビがね早期あの退職制度を去年ぐらいにやっててでその割増しでね1億ぐらいもらえたらしいんですよねなのであフジテレビとテレビ東京でそんな20代も待遇違うんだっていうので いや,やっぱテレ東ですげえなって思いました。